うちの中華料理店はお父さんの代になってから傾きっぱなし。なのにお金遣いが荒いおばあちゃんとお母さん。でも、こんな一家をどうにかしなきゃいけない誰がそう私唯一るのがいつか必ず大きな仕事をやり遂げられる人間になるんだから私は誰よりも強い魔法少女になるそのためにはひたすら戦うのみ さあ、早く相手を連れてきっあっ前はゆいつるのじゃあ行こうあれもしかして私、強くなっちゃったこれって結構、力が。 魔法少女になって基礎体力が上がったとはいえ、これくらいやっておかないとね。よし懸垂1分間で60回成功つまり、1秒間に1回ひょっとしたら、1時間に3600回いけるかもはい、終了右足だけで立って24時間経過。長かったー。 つうか、これは体力よりも退屈との戦いだったかなでも左足も行くかまだ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 ,まだ,まだ強くなるからね私うんうんこりゃ確実に階段上ってるね間違いない聞いて私が軽く睨んだだけで野良猫が転がってお腹を見せて 間違いないね。なんか私、高まっているよ、これはやったよこの前動物園へ行ってきたんだけど、ライオンをお座りさせてきたよ檻の前に立ってさ、心の中でお座れーって思っただけなのにね。私、なんか来てるねお、待ってたよよしじゃあ行こうかせーの今日も ちょっと、一緒に叫ぼうよはいバチーンと目が覚めましたっとおはよう私ね、朝は超強いんだおまけに、起きてからすぐに全開で飛ばせるからお腹空いてきた。食べたいね、ご飯。あ、私が言ってるのは、白米そのものね。つまりライス。私、ご飯が大好きなんだ 現在進行形で売り上げ落ちてるんだから普段からも頑張んないとね寝る前に必ずやることがあるのそれはずばり「自己暗示」いくよ「私は強くなる私は強くなる私は強くなる」一日なんてぼーっとしてたらあっという間だよね。 24時間って短いよ。無駄のない鍛え方っていうのも考えていかないとだね。ゆいけの命運は私の両肩に乗っていると言っても過言ではないから必ず強くなって私が支えるんだ引き <laughs> 継ぎ忘れてた。やったーこれこれこれが私のやりたいことどんな相手とだって戦うからいよいいよ出てきた 私が考えた準備運動、名付けて、鶴の体操行くよ腕を前から上に上げて、そのまま天をついて、ついて、100回ついて私なりの戦いのコツがあるの、教えてあげるよ相手の目を見るでしょで、目線を外さないで、そのままダッシュで突撃中華料理は炎の料理 私のハートはいつでもファイヤーって行きたいけど、たまーにンとなって弱火になっちゃうんだよね。私の好きな言葉はね、やってみなきゃわからない出たとこ勝負だっていいじゃない止まってたって何にも始まらないしね私はやっぱりまっすぐが大好き嘘ついたりごまかしたりするのは大嫌いだから、いつだって真っ向勝負で行きたいね 実際手合わせした私のイメージとしては、もも子は虎だね。で、レナが狼って感じかえでかえでは、うーんと、ハムスター分かってるの。私、何かに夢中になると周りが見えなくなるって。つまりそれって、集中力があるってことでしょ アキラ先生とメイユイ先生、一目見ただけで強いのがわかるよいや、本当にわかるっていつか直接稽古つけてもらいたいなぁ私は強いからカーツもっともっと強くなりそう負けられないってのこれが強さの証明 最強の魔法少女の座は私がもらったー強くなったら何でもやれるでしょうもっと訓練してもっと強くなりたいのに。紫突網進ってどういう意味強くなったら何でもやれるでしょう まためちゃくちゃ怒られちゃった。おーりゃ